平野紫耀ファンとのオープンなコミュニケーションに挑戦。下ネタ解禁の波紋と彼のジャニーズ時代からの変化。日本の人気アイドルグループ、キングプリンスの元メンバーで、現在はソロ活動を展開している平野紫耀が、10月9日に自身のインスタグラムで行ったファンからの質問に対する回答が話題となっています。 その中で、かつては NG だったという下ネタについて率直な言葉で語り、これがネット上で大きな反響を呼んでいます。本校では、平野仕様のファンとの新しいコミュニケーションの形と、その波紋に焦点を当て、ジャニーズ時代からの変化に迫ります。平野仕様のファンとのオーブンなコミュニケーション。 平野紫仕様は7月にインスタグラムアカウントを開設して以来、ファンからの質問に積極的に回答しており、その姿勢がファンとの距離を縮め、彼のファン層の拡大に寄与しています。中でも、下ネタに関する率直な発言が注目を集めています。例えば、お胸かお尻どちらが好きといった過激な質問にも平野は笑顔で、 答えこういうのって答えていいのショー。と気遣いを見せながらも、自身の人間らしい一面を披露しています。これに対してファンからは様々な反応があり、一部では好意的に受け入れられている一方で、質問選ぶのを気をつけて、下ネタは嫌だ。といった声も上がっています。平野はこうした反応に対して、俺は全然大丈夫だよ。 と自信を示しつつも、でもファン同士とかで DI になるのも俺は嫌だな、と心情をとろしています。自身のファン層が揺れ動く中で、平野はファン同士の対立を望まず、一体感を大切にしようとしているようです。サイボーグとしての自分に嫌悪感一方で平野は、 本当に綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいで何回や、とも発言しており、自身のオープンなコミュニケーションに一石を投じる意見も披露しています。彼はさらに、俺は自分を装ってまでファンのみんなについてきてもらうことは罪悪感ありすぎてできないよ、と述べ、あくまで自分自身を大切にし、ファンにはありのままの姿を見せていきたいとの思いを明かしています。 この発言からは、平野がジャニーズ時代の制約から解放され、自分自身と向き合っている姿勢が感じられます。ジャニーズ事務所では下ネタが禁じられていたこともあり、平野がその枠を超えてファンとのコミュニケーションを模索している様子が浮かび上がります。サイボーグとしての自分に対する嫌悪感は、かつての制約から解放されたことで現れた新たな一面なのかもしれません。 ジャニーズ時代の変遷。平野志洋がジャニーズ事務所に所属していた頃は制約が多く、ファンとのコミュニケーションも一定のルールに縛られていました。しかし、彼が生きているという実感がないと発言したことからも伺えるように、その当時は多くのプレッシャーや制約があったようです。彼が解禁した下ネタや、 食べ物に対する独特な発言は、その頃の制約から解放されたことによるものと言えるでしょう。特に、ジャニーズ時代には生の声をファンに届けることが難しかったため、平野が SNS を通じて率直な言葉を発信することは、彼自身にとっても新たな試みであることは間違いありません。 平野市用がファンとのコミュニケーションに新しい形を模索し、下ネタ解禁によって起きた波紋。彼のジャニーズ時代からの変遷がファンとの距離を縮め、自身の本来の姿を見つめ直す契機となったようです。一方で、その姿勢に対する賛否が分かれている中、平野は自分自身を大切にし、ファンとの一体感を損なわないよう心がけていることが伺えます。 ジャニーズ時代の制約から解放された今、平野耀は新たな一歩を踏み出し、ファンとのつながりをより深めていくのでしょう。